ロングリズ・ストライドは、有名な連続殺人者の切り先、ジャックの被害者と考えられている人物。ストライドのニックネーム、ロング・リズの由来については、数通りの説明が存在する。結婚した後の名字の、ストライドが、大股という意味だからという説を挙げる人もいれば、高い身長か顔の形に由来すると考えている、人もいる。死亡時、ストライドは、 スピタルフィールズのフラワーリーンストリート32番地のコモンロッジングハウスに住んでいた。その場所は当時犯罪が多発するスラムに含まれていた。ストライドは1843年11月27日にスウェーデンにオーテボリの西のトースランダの境界区で生まれた。父はスイス人の農家のグスタフ・エリクソン、母は ベアータ・カールス・ドッターである。1860年に、カール・ヨハンのヨーテボリ協会区で召使い会として働き始めたが、それから数年以内に再び別のヨーテボリの地区へ転居した。ホワイト・チャペル殺人事件の他の被害者のほとんどは、結婚生活に失敗した後に貧困により、売春婦へ転落したが、ストライドは結婚する前から売春を行っていた。 1865年3月までに、ストライドは、ヨーテボリ警察から売春婦として登録され、性感染症の治療を二度受けている。1865年4月21日に娘を出産したが死産だった。翌年に、ロンドンへ転居した。この時は、家族と一緒に、メシス会の仕事をしていた可能性がある。1869年5月7日。 船大工のジョン・トーマス・ストライドと結婚した。夫はシアネス出身で13歳年上だった。夫婦は一時イーストロンドンのポプラーで喫茶室を経営した。リズ・ストライドは1877年3月にポプラー級避人への入院が認められており、この時には二人は別居していたらしい。1881年までに二人はよりを戻したようだが、 同年末までには永久的に離別することとなった。ストライドは知人に自分の夫と9人の子供たちのうちの2人は1878年にテムズ川で発生したプリンセス・アリス号の沈没事故で溺死したと話していた。ストライドの話によれば沈没事故の際に 別の犠牲者が安全な場所へ泳ごうとしていた時に、おそらく口を蹴飛ばされたようで、それ以来どもるようになったという。実際は、夫のジョン・ストライドは、プリンセス・アリス号沈没事故の5年以上後の1884年10月24日に、ポプラーステップ2医療養院で結核で死亡した。二人に子供はいなかった。ストライドは、夫と別居してから、 ホワイトチャペルのコモンロジングハウスに住んでいた。ロンドンのスウェーデン国境界から一度か二度、事前の援助があった。1885年から死亡するまでのほとんどを、デボンシャーストリートに住む地元の選挙労働者のマイケル・キドニーと一緒に暮らした。ストライドは、 縫い物や家の清掃の仕事でいくらかの収入を得ていた。ある知人は、ストライドは穏やかな気質の持ち主と語った。しかし、ストライドは酔っ払って風紀を乱したことを理由に何度もテムズ、治安裁判所へ出廷した。裁判所では、アンフィッツジェラルドと名乗った。ストライドは、英語とスウェーデン語に加えて、イディッシュ語による和法を習得した。 キドニーとの関係は途切れ途切れに続いた。しかし、1887年4月、ストライドはキドニーを暴行罪で告発した。ただし、裁判での追及はできなかった。ストライドは再びキドニーの元を去ったが、それは、死の数日前のことだった。社会改良家のトーマス・ジョン・バーナード博士は9月26日に、フラワー ディーンストリート32番地のロジングハウスでストライドに会ったことがあると主張している。9月29日夜、ストライドは黒いジャケットとスカートを着て黒いクレープのボンネットをかぶり、クジャクシダの小枝かアスパラガスの葉の中に赤いバラを入れた花束を持っていた。午後11時頃、バーナーストリート付近でストライドらしき人物が客と一緒にいるところを目撃されている。 客は、背の低い男で、黒い口ひげを生やし、モーニングスーツとヤマタカ帽を身につけていた。午後11時45分頃には、マビさしのついた帽子をかぶった男と一緒にいるところを、目撃された。午前0時35分、ウィリアム・スミス巡査が、ストライドが硬いフェルト帽をかぶった男と一緒にいる、ところを目撃した。場所は、 ホワイトチャペルのバーナーストリート40番地にあるインターナショナルワーキングメンズエデュケーショナルクラブの向かいだった。このクラブは社会主義者とユダヤ人による社交クラブでユダヤ人が圧倒的に多かった。ストライドと一緒にいた男は長さ45センチメートルほどの包みを抱えていた。1888年9月30日の午前1時近く。 前述の社交クラブの世話役のルイス・ディームシュッツが近隣のダット・フィールズ・ヤードでストライドの遺体を発見した。ディームシュッツはポニーと二輪に車に乗っていた。ダット・フィールズ・ヤードに着いた時にポニーがおののいた。ダット・フィールズ・ヤードは暗かったためマッチに火を灯して初めてストライドの遺体の存在に気づいた。ストライドの首の傷からはまだ血が流れ出ており、 ディームシュッツが到着する直前に殺害されたようだった。社交クラブのあるメンバーたちは、ユダヤ人の間での社会主義の必要性についての会議とその後の合唱に参加した後、午前0時30分から午前0時50分の間にクラブを出発したが、ダットフィールズ・ヤードで怪しいものは見かけなかった。社交クラブから2軒離れたところに住むモーティマー夫人は、 同程度の時刻に合唱を聞くためにバーナーストリートにいたが、ダッドフィールズヤードに立ち入った人は見かけなかった。モーティマーは、艶のある黒いカバンを持った男が走って、通り過ぎるのを目撃していた。モーティマーのこの報告は広く報じられたが、実際は、社交クラブのメンバーのレオン・ゴールドスタインだった。モーティマーは目撃した男がゴールドスタインであることを確認し、 ゴールドスタインは捜査の対象から外された。警察は、社交クラブの他のメンバーや、近隣の土地も捜査し、その地域の住民たちに尋問した。イズリエル・シューツという目撃者が、午前0時45分頃に、ストライドが、ダット・フィールズ・ヤードの外で襲われて地面に、投げ出されるのを目撃したと報告した。ストライドを襲った人物は、近くにいた。 もう一人の男に向かって、リプスキーと叫んだようだった。リプスキーとは悪名高い毒殺者のイズリエル、リプスキーに由来する反セム主義的なバトごと考えられた。手術は、ストライドの検視審問では証言しなかった。手術は、ハンガリー人であり、英語をほとんど話せなかったため参加しなかった可能性がある。 切り裂きジャック研究家のスティーブン・ナイトが1970年代に事件の資料から周鬱の証言を発見した。同程度の時刻にストライドラ式人物をジェームズ・ブラウンという人物がバーナーストリートの近隣のフェアクローストリートで目撃していた。このストライドラ式女性は女性より少し背の高い太り気味の男が言い寄ってくるのを断っていた。 この事件についての内務省の資料の余白に、ストライドが最後に目撃されてから死ぬまでの間に別の男と会う時間があったことを指摘するメモが書かれていた。ディームシュッツは後に自分が馬車で入ってきた時、まだ殺人犯がダットフィールズ・ヤードにいたと思っていると語った。ストライドの遺体からは金銭が発見されなかった。このことから、 ストライドが夜中に稼いだ収益は盗まれた可能性がある。盗んだ人物は、周鬱が見た襲撃者かもしれないし、殺人者かもしれない。どちらにしても、殺人者は、ストライドの客だったと仮定すると、ストライドは生きていた時に、殺人者と一緒にバットフィールズ・ヤードに入ったと考えられる。ストライド殺害は、 人々が切り裂きジャックの恐怖で怯えていた真っただ中で起こった。当時、切り裂きジャックという単独犯が一連の売春婦残殺事件を引き起こしていると考えられていた。しかし、切り裂きジャックの犯行とされる他の6名の被害者は首を切り裂かれるだけでなく腹部にも傷を負わせていたが、ストライドには喉を切り裂いた傷以外に切り刻まれた箇所はなかった。 ストライド殺害には、犯行の曜日や時刻、殺害に選んだ場所の種類、被害者の性質、殺人の手法など、切り裂きジャックの犯行のパターンとの類似点がある。切り裂きジャックは遺体を切り刻む機会を得る前に邪魔が、入って中断した可能性がある。ストライド殺害の後、1時間も経たないうちに、歩いて行ける距離で、キャサリン・エド・ウッズが殺害されていた。また、 ストライドとエドウッズはどちらもフラワーディーンストリートに住んでいた。エドウッズとストライドの殺害により、ロンドンは強行に陥った。切り裂きジャックとおぼしき犯人に一夜にして二人も殺されたのは初めてだったためである。地元の医師のフレデリック・ウィリアム・ブラック・ウェルが犯行現場に訪れ、それから間もなくジョージ・バグスター・フィリップス医師も現場に到着した。 フィリップスは、ホワイトチャペル殺人事件の中でもこの事件より前に、起こったアニー・チャップマン殺害事件を扱ったことがあり、後に、メアリー・ジェーン・ケリー殺害事件も扱うことになる。フィリップスは次のように報告している。遺体はこちら側に横たわっていた。顔は、壁の方を向き、頭は、ダットフィールズ・ヤードの髪型に向いており、足は、通りの方に向いていた。 左腕は伸ばされており、左手には、甲虫甲薬の包みが握られていた。右腕は腹部の上にあり、手の甲や手首には固まった血がついていた。両足は縮こまっており、両足は壁の近くにあった。体や顔は暖かく、手は冷たかった。両足は完全に暖かかった。遺体には、絹のハンカチが首に巻かれており、 ハンカチはわずかに破けているようだった。ハンカチは切られたと確信している。これは顎の直角の位置に対応していた。喉は深く切り裂かれていた。右眉の下に直径3.7センチメートルほどの肌の剥離があり、見たところ血のシみがついているようだった。月曜日の午後3時、セントジョージズ死体安置所で、ブラックウェル医師と私は遺体の調査を行った。 死後硬直がまだ完全に見られた。顔の左側に泥がついており、泥は頭にこびりついていた。被害者はまずまず栄養状態が良かった。両肩から、上や、特に鎖骨から、右側と下側、胸部から前は青く変色していた。これは以前の二つの事例でも見たことがある。首には紛れもなく裂傷があった。 裂傷の長さは1 5センチメートルで、最初の6 4センチメートルは、顎の下をまっすぐに通る。筋肉は切らず、その1 9センチメートル上を切っている。それから、傷は深くなり、鞘膜を切り裂いている。裂傷は、非常に鮮やかで、少し下に逸れていた。鞘膜に包まれていた動脈や、他の血管は全て切断されていた。 右側の組織を貫通する裂傷はより太平側のところを通り、顎から直角に5センチメートル下のところでを引いていた。その場所の深部の血管は傷ついていなかった。このことから出血は左の頸動脈を部分的に切られたことが原因であるのは明らかである。狂気には短い歯のナイフが使用された可能性がある。肌では腐敗が始まっていた。 暗褐色の反転が、顎先の左前側にできていた。右足の骨に規定があり、骨はまっすぐではなく、前方に曲がっていた。首を覗いて最近生じた外傷はなかった。遺体をより徹底的に洗浄すると、治りかけの腫れ物がいくつか見られた。左耳の耳たぶは、切り取ったか、そこにイヤリングをつけていたかのように避けていたが、完全に治っていた。 頭皮を取り除いたが、打撲症や内出血の形跡はなかった。心臓は小さく、左心室は固く縮まっていた。右心室もわずかにそのようになっていた。肺動脈に凝血はなかったが、右心室は黒い凝血でいっぱいだった。左心室が固く縮まっていたため、中は完全に空っぽだった。胃は大きく、粘膜だけはうっ血していた。 胃の中には、部分的に消化が進んだ食物が入っており、見たところ、チーズ、ジャガイモ、デンプン質の粉末が入っているようだった。顎の左下の歯は全てなくなっていた。ブラックウェルは、ストライドはネッカチーフを後方に引っ張られて地面に、引き倒されて、それから喉を切られた可能性があると考えた。フィリップスは、ストライドは首を素早く、左から右へ切られた時に、 地面に横たわっていた可能性が高いことに同意した。また、胸部に打撲症があることから、ストライドは襲われている間に地面に押し付けられていた、可能性があることが示唆されていた。10月1日、セントジョージズインジイストのケーブルストリートにある、ベストリーホールで、ミドルセックスの検視官のウィニエドウィンバクスターにより、検視審問が開始された。翌日、遺体の身元をめぐって、 証言に食い違いがあった。警察はストライドがスウェーデン人のエリザベス・グスタフス・ドッターであると確信していたようだがメアリー・マルコム夫人は自身の姉妹であるエリザベス・ワッツの遺体であると断言した。審問の間他の目撃者は遺体の身元はストライドであると証言した。 プリンスズスクエアのスウェーデン国境界の事務員のスベン・オルセンもそのような証言をした目撃者に含まれる。結局、10月24日にエリザベス・ワッツ自らが生きた証拠として審問に現れ、ストライドの義理の老いであるウォルター・ストライド巡査が遺体の身元を確認したことでマルコムの話は知りけられた。バクスター検視官はストライドは不意を突かれて 一瞬のうちに殺害されたと考えていた。ブラックウェルが提唱したように、殺人者はストライドが身につけていたチェックのスカーフを背後から掴み、その後に喉を切り裂いた可能性があった。しかし、バクスターは助けを求めて叫び声を上げることがなく、抵抗したことを示す明確な形跡がなかったことから、ストライドは自ら横たわったと考えた。 ストライドは発見された時、左手に息を甘い匂いにする口中抗薬の包みを持ったままだった。これはストライドに自分の身を守る時間がなかったことを示唆している。食料雑貨省のマシューパッカーは、ホワイトチャペル時計団に雇われた二人の私立探偵のルグランドとバチェラーに対し、自分がストライドと殺人者に武道を打ったことをほのめかした。しかし、 警察のスティーブン・ホワイト巡査部長には自分は店を閉めており怪しいものは何も見なかったと伝えた。検視審問で病理学者たちはストライドは葡萄を持ってもいなかったし食べてもいなかったと語気を強めた。病理学者たちはストライドの胃の中にはチーズとジャガイモ、デンプン質の粉末が入っていたと説明した。それでもパッカーの話は新聞に掲載され、 私立探偵たちは、ダットフィールズ・ヤードでブドウの柄を発見した。パッカーは警察に再度尋問されると、目撃した男の年齢は25歳から30歳で、ストライドより、わずかに背が高く、柔らかいフェルト棒をかぶっていたと説明した。しかし、私立探偵たちに対しては、その男は、中年で大柄だったと説明していた。パッカーのどの説明も、 ストライドの死の直前に、ストライドが客と一緒にいるところを見たという他の目撃者の証言とも一致していなかった。しかし、他の目撃者による説明の内容もすべて異なっていた。切り先、ジャックの捜査の全体の指揮をとっていたドナルド・スワンソンは、パッカーによる証言は、証拠として、ほとんど無価値だったと記した。スティーブン・ナイトは著書。 切り裂きジャック最終結論で、著名な医師のウィリアム・ガルとストライドを結びつけて論じており、その根拠に二人が武道を持っていたと言われていたことを挙げた。しかし、著述家のマーティン・ファイドは、ナイトのこの主張をデタラメと表して退けた。ホワイトハウス事件団が、ホワイトチャペル殺人事件の捜査のために雇った、私立探偵の一人である、ルグランドにも疑いが投げかけられた。 ルグランドは、チャールズ・グランド、チャールズ・グランディ、チャールズ・グラント、クリスチャン・ニールソン、クリスチャン・ネルソンという名でも知られる。この人物には、多くの犯罪の前科があり、売春婦を暴行した過去や、窃盗で有罪になったことがあった。1889年に、左手の凶暴で有罪となり、2年間服役した。釈放された後、 リボルバーの所持で逮捕され、脅迫して金を要求したことで告発された。これにより20年間の懲役の判決を受けた。エリザベス・ストライドの墓10月1日、マイケル・キドニーは酔っ払いながら、リーマン・ストリート警察署へ歩いて向かい、警察の無能力を非難した。もし自分がその日の夜にバーナー・ストリートで勤務している、警察官だったら銃で自殺していただろうと語った。 翌年、キドニーの名前が、ホワイトチャペル旧品院診療所の記録に3回、現れる。6月に、梅毒、8月に、腰痛、10月に消化不良と診断されている。キドニーは、ストライドと、不穏な関係にあったこと、また、アリバイを証明する記録がなかったことから、殺人の疑いをかけられていた。しかし、警察はキドニーを捜査の対象から外したようである。 また、キドニーの健康状態の悪化や、警察署で見せた、苦悩のほどから、キドニーは、ストライドの死を悲しんでいたことが伺える。エリザベス・ストライドは1888年10月6日に、ロンドンのプレーストーにあるイーストロンドン共同墓地に埋葬された。37番広場の15,509番の墓に、葬られている。ストライドの葬儀は、 教区が費用を出し、葬儀屋のホークスにより取り行われた。10月19日、スワンソン警部は報告書に、情報提供を求めるチラシを8万枚用意して、近隣に配布し、2000名の下宿人を調査したことを、記した。ストライド殺害の前に、メアリー・アン・ニコルズ殺害事件と、アニー・チャップマン殺害事件が近隣で起きており、 ストライドの事件もホワイトチャペル殺人事件の捜査に加えられた。三人は同一人物に殺害されたと広く信じられている。しかし一部の専門家はストライド殺害は他の殺人事件とは無関係であるという結論を出した。その根拠はストライドの遺体は切り刻まれていないこと、この事件だけ。 ホワイトチャペルロードの南で起きていること、使用された刃物が、他の事件よりも短くて、別のデザインであることである。ただし、ほとんどの専門家は、独特の類似点から、ストライドの事件とその前に起きた2件の事件、さらにど屋に起きたキャサリン・エド・ウッズ殺害等、結びつけて考えている。10月1日、ソーシー・ジャッキー・ポストカードと呼ばれるはがが、 セントラルニュースエージェンシーに届けられた。そのハガキには、ジャック・ザ・リッパーと署名されており、自身がストライドとエド・ウッズを殺した犯人であると主張していた。また、この二つの事件をダブルイベントと表現しており、この故障はその後も使用されることになる。ハガキは、殺人事件が公表される前に郵送されており、単なるいたずらであれば、事件について、 そこまでの知識があるとは考えられないと論じられてきた。しかし、消し印は殺人が起きてから24時間以上後に押されており、事件の詳細が記者やその地域の住民に知れ渡ってからかなり時間が経っていた。後に、警察当局はハガキを書いた記者を特定したと主張し、ハガキをいたずらとして退りけた。警察のこの評価は切り裂き。 ジャック歴史研究家たちのほとんども同意している。ありがとうございます。